舞台はサンリオピューロラン島。これから始まるのは可愛いフェスティバル。ハローキティに変身していきました。身長はリンゴ5個分、体重は3個分でしょうか。リンゴの王様富士で言えば大体1キロぐらいになりますが、そのあたりを聞くのは NG です。話しかけていきました。ゴリラのリラ、なんだか夜にかけそうな名前をしています。さあ続いてはポンポンプリンです。好きな言葉はお出かけ。庭のテーブルにプリンを放置していますが、中に入っていきます。腐った株にもありがたかる世界です。非常に心配です。そしてラグカーペット、自らのお尻がモチーフです。しかしこの笑顔、幸せなら OK です。次はキキララに変身です。ピンクなのでララの方でしょうか。弟のキキはお姉さんのララに吸収されてしまったのか。さすがは集まれ動物の森です。弱肉強食の世界をうまく表現しています。中に入っていきました。夢川羊、ピエンとピエロ、そして夢川、みんな違ってみんないい、ふわもこ。続いてはシナモロール。シナモンではありません、シナモです。ただ好きな食べ物がシナモンロールというのがめんどくさいところです。入っていきました。犬がモチーフになっているシナモロールですが、まさかの象です。そして素晴らしいバランス感覚。頭のマグカップが気になりすぎて会話が全く入ってきません。さあ続いてはメンヘラ、マイメロディーです。失礼しました。個人的にはクロミちゃん派ですが、今回はマイメロディーがポジションを奪ってきました。中に入っていきます。圧倒的な女子力を見せつけていく。話しかけました。そしてチェルシーも姫カット、全くブレません。そして最後はケロケロケロッピです。頭にテルテルとデンデンがついているところがポイント。中の住民は何なのか、ほぼ予想がついています。まさかの裏切りウサギでした。変える要素はほぼありません。口癖でごまかしてきました。